します。はい。ツイッター名は GLK メディアってます。小郷豊です。まあこれライトニングトークンの簡単なところに書いてあったんですが、まあ、初心者の方大歓迎ということで、まあ、登録してきた初心者です。で、まあ、今はちょっと横浜の方で専門学校の生徒です。で、基本プライベートでは JavaScript を書いて、学校では Java 書いてます。で、まあ、この機を機会にちょうど Perl も書こうかなってちょっと思ってます。で、まあ、ちょっと今回、まあ、そういうことなんで Perl のコードが特に出ないんですけど、ご了承ください。で、まあ、私、Perl 再び始めたということで、再びということで、まあ、過去に昔触って挫折したと。で、その時になんか入ってた名残がありました。なんか最近見たら結構、昔でもなかったんですね、結構。そういう最近じゃん。最近、結構最近ですね。というわけで、数ヶ月後にして、なんか勉強会探してる時に、まあ、出てきたのが、まあ、これと、Perl 入学式と。で、まあ、これ開発環境を整えてもらって基礎からやれた知り合いが増えて、で挫折したこともなんかすごい普通に全部分かっちゃったんで、でまあ簡単に説明するとパール面白いです。でもっと書きに行こうと。でまあこれもこれですね、ギーク道場で、こっちは個人対個人で行けて、まあ少数精鋭でやってたんで、それで遅れもしないです。でまあぬくもりがたくさんありました。でまあ、これまとめると、パール入学式で勉強したことをギーク道場で使って、ギーク道場からまたパール入学式で勉強し直すっていうことができるサイクルができたので、なんかいい感じだなと思いました。でまとめると、挫折を挫折のままにしてはいけないと。でまあきっかけ一つでなんかいろいろこういうことになっちゃったんだなっていう。でまあ今回簡単にあのライトニングトークした理由としては、まあパール入学式とギーク道場様々ですっていうことが言いたかったです。以上です。ご清聴ありがとうございました。